皆さんこんにちは。不動産テックコンサルタントの牧口です。本日はですね、戦略とは何かというお話をさせていただきたいなというふうに思っております。その中でですね、不動産テック戦略とはっていうお話もですね、合わせてさせていただきたいなというふうに思っております。企業にとってですね、戦略というのは非常に重要だということはですね、色の余地がないところだと思いますが、正しく理解しないとですね、この戦略というものは実行できません。なので、戦略とはそもそも何か、そして不動産テックが普及している中でですね、自社独自のテック戦略というものをどうやって見極めていくかというお話をしていきます。戦略という言葉ですね、結構気軽に使われているケースが散見されますね。時折この戦略という言葉は意味理解してないんじゃないかなっていう思うケースに遭遇することがあります。例えばですね、マーケティング戦略なんていうことをですね、よく言ってきたりするわけですね。で、ウェブコンサルタント会社がですね、いろんな図を持ってきてですね、例えばファネル図持ってきて、リードジェネレーションだとかナーチャリングの説明してですね、まずは自社独自のカスタマージャーニーマップ作りましょうみたいな、で、これが本日ご提案するマーケティング戦略ですみたいな話をしたりするわけですね。違うからと、これ戦略でも何でもないからっていう突っ込むわけなんですけども、昨今ですね、ウェブコンサルティング会社にこうした事例多いですね。今 SaaS 型のビジネスモデルのお手本とも言うべき Salesforce.com の成長モデルが書籍になってますね。このザ・モデルっていう本なんですけども、これ本当にいい本です。ウェブ集客担当の方であればですね、これぜひご覧になって読んでいただきたいというふうに思っております。この本にですね、リードジェネレーションだとかナーチャリングのプロセス一通り書いてあってですね、これ非常に参考になる書籍なんですね。で、リードジェネレーションってのはいわゆる見込み顧客の開拓のことですよね。で、ナーチャリングってのはその見込み顧客からどうやって顧客化するかっていう、そういうプロセスのことなんです。で、多くのウェブコンサルティング会社がですね、このモデル、つまりリードジェネレーションからナーチャリング、これペーパーに落として持ってきてですね、これがマーケティング戦略ですとかって言うわけですよ。おいこらと、ちょっと待ってと、これのどこが戦略なんだって話ですね。で、これ分かりやすく日本語で説明すると、見込み顧客を生み出す業務を仕組み化して、見込み顧客をきちんと顧客化するための管理体制作っていきましょうねって言ってることに過ぎないんですよね。これただのプロセス管理ですよね。なのでプロセス管理手法を導入して徹底させましょうってことを言ってるに過ぎないんです。で、これは戦略ではないですよね。例えば、プロセス管理って言えばですね、トヨタ生産方式とかって思いつくと思うんですけども、どっかのコンサルがですね、御社の生産管理体制にトヨタ生産方式を導入しましょうと。で、これが御社の生産戦略になりますとかって言ったとしたら、どう思いますかと。はみたいな話になりますよね。横文字使って難しいことを説明してると、なんだか戦略の話してんじゃないかなっていうふうに勘違いするんじゃないかなと思いますが、私、起業する前まではですね、外資系のコンサルティングファームで国内外企業にですね、経営コンサルしてたんですよね。その当時ですね、これをマーケティング戦略なんて言ったらですね、お前バカかって言われてたと思います。では戦略っていうのは何か、そしてなぜ戦略が重要なのか、そしてなぜその正しい理解がなぜ必要なのかっていうお話をしていきたいと思います。戦略っていうのは一言で言えば捨てることですね。何を捨てるかっていうことを決めることを戦略って言います。で、言い換えると、捨てることは、つまり捨てないものを選択するっていうことにつながりますから、これがいわゆる経営の神様、ピーター・ドラッカーが言うところの選択と集中になるわけですよね。で、なぜ捨てることが重要かっていうと、会社のリソースを無限に使えるわけじゃないからですね。人、物、金、時間、いずれも有用のリソースです。無限に使用することはできません。人、物、金、時間をですね、どの事業、何の、業務にどのように配分していくか、これがいわゆる、この設計図が戦略になっていくわけですよね。経営資源を全部均等に配分するっていうことは、実は経営戦略としては最悪の一点になります。具体例で説明していきますね。MBA の教科書とかにはですね、よく出てくるサウスウェスト航空の事例で説明していきたいと思います。すごいよく知られてるんですが、わかりやすいので、これの事例で説明していきます。サウスウェスト航空ってのはアメリカの航空会社で、ローコストキャリア、LCC の走りみたいなことを言われていたりするわけですね。で、1971年の創業です。1973年以降ですね、これまで一回も赤字がないっていうですね、唯一の航空会社になっていて、全米ビッグシックスの一つにもですね、数え上げられるような、夢企業ですよね。で、かなり有名な事例なんですが、ちょっとその前に背景を説明しますと、アメリカって国土が広いじゃないですか。なので、飛行機の利用っていうのは結構頻繁なんですけども、主要都市間を結ぶですね、長距離路線と、主要都市から近隣都市を結ぶですね、短距離路線っていうのがあるんですね。で、航空会社ってのは基本的に距離に比例して運賃が決まってくるので、この長距離路線っていうのがドル箱になってくるわけです。なので、各航空会社はですね、この長距離路線っていうのをいかに獲得するか、その空席をいかに少なくするかっていうことが、肝になってきて、なので長距離路線と短距離路線みたいなものを組み合わせてですね、目的地まで運搬するっていうハブ&スポーク方式ってのを取ってるケースが一般的だったわけですね。
で、まあ、できるだけ長距離路線の空席少なくして収益を上げていこうという考え方だったんですけど、みんながそのドル箱を狙ってくると価格競争になっちゃったり、まあ、マイレージで差別化を図ったりみたいなことをしてたわけです。そこでサウスウェスト航空っていうのは何を考えたかっていうと、この長距離路線っていうのを捨てたわけですよね。もう短距離路線だけにフォーカスをしたって話です。近隣都市から近隣都市に行きたい場合にですね、まあ一旦、まあ、主要都市を挟まなきゃいけないってことで、これ結構顧客にとっても不便だったんで、まあ、その近隣都市と近隣都市、地方都市同士をですね、まあ、直接結ぶような短距離路線だけにフォーカスしていこうという考え方でサービス設計しました。まあ、当然ですね、まあ短距離なんで低価格路線になっていきますんで、ローコスト体制っていうのが必要になってきます。なのでどんどん彼らは捨てていきました。まず機内サービス捨てました。 VIP ラウンジも捨てました。ファーストクラスも捨てました。予約席も捨てました。ってことでチケットサービスも捨てました。キャビンアテンダントの制服も捨てました。でこれで大成功を収めるわけですね。でサウスウェスト航空の戦略キャンパスこちらです。もう見事にですね特化してるっていうところが、まあ、見て取れます。ここが自社の強みなんですよってフォーカスしてるわけですよね。まあ、これが戦略の事例ですよ。まあ、自分たちが選択して集中する分野を決めて勝っていくってことですよね。まあ、当然それを実行するためには全社員これを戦略を浸透させる必要がありますから、まあ、だからこそですね、サウスウェスト航空の企業ポリシーっていうのはお客様第二、従業員第一主義って言われるんですよね。通常はお客様を第一に考えてみたいな形でやるんですけども、そうすると、まあ、いろんなサービスをどんどん付加していかなきゃいけない方向性になっちゃうわけですよ。まあ、なのでそこはバッサリと切り捨てちゃって、いやいや従業員第一主義ですよっていうことをまあ言い切っちゃったわけですよね。なのでざっくばらんにありのままで自分らしく仕事を楽しむってことがサウスウェスト航空では推奨されているわけです。まあ、その結果ですね、従業員が自由にラップ使って面白いアナウンスしてるとかですね、まあ、そういったことが評判になっちゃったり、まあ、すごいフレンドリーなんでお客様の信用獲得につながって、まあ、結果的に顧客満足度をまあ生み出すっていう、まあ、サイクルが生まれたわけですね。サウスウェスト航空 CEO のハーバート・ケレハー氏はですね、まあ、従業員を侮辱するようなお客様は自社の飛行機には乗せないみたいなことを公言してはばからないみたいなものまで、まあ、言われています。さて捨てることの重要性ってお分かりいただけたと思います。多くの成功企業ってのは捨てることで集中してるんですよね。例えば1000円カットでおなじみのキュービーハウスなんてのはシャンプーも捨てましたし、おしゃれな雰囲気みたいなのも捨てたわけですよ。まあ、それでビジネスモデルを構築してるわけですね。じゃあコンビニが市場参入した時にどうやって買っていこうって考えたかっていうと、まあ、スーパーや商店と戦うために低価格ってのを捨てましたよね。その代わり24時間営業っていうのを選択したわけです。さて選択と集中の理解が進んだところで、何を自社として選択すべきなのかっていう考え方、そのフレームワークがマイケル・ポーターの3つの戦略と J.B. バーニーのブリオフレームワークなんですけども、なんかちょっとあの MBA の授業っぽくなってきましたが、ちょっとまあここで簡単に説明していきたいと思います。まあ、3つの基本戦略っていうのは、いわゆる差別化戦略とコストリーダーシップ戦略、そして集中戦略になるわけですね。ここで初めて戦略という言葉を使えるレベルになっていきます。差別化戦略っていうのはコスト優位性を捨ててますね。製品やサービスで優位性があれば、この差別化戦略を取るケースが多いです。例えばアップルですよね。iPhone とか MacBook が、まあ、競合他社に比べて高価だとしてもですね、顧客が認識する価値が、まあ、上回っているので、まあ、そこで差別化っていうことが図れているわけですよね。で、それでマーケットシェアが確保できていると。まあ、一方でコスト優位、まあ、例えばコストリーダーシップの戦略っていうのは差別化を捨てて、まあ、例えば大量生産することによって規模の拡大をしていくことによって、まあ、他社を追随を許さないほどの、まあ、ポジショニングを獲得するわけですね。わかりやすい例で言うとユニクロですよ。まあ、アパレルブランドってのは一般的には自社独自のデザインみたいなことでお客さんを引きつけるんですけども、そこをもうバッサリ捨てちゃったと。なので、ブランド価値みたいなものはもういらないみたいな形で SPA 方式でですね、圧倒的な低コストで良質の品質ってものを追求してって、あのマーケットを作ってったわけですよね。で、集中戦略ってのは対象を絞るってことですよね。アパレルで言うと島村ですし、自動車で言うと例えばスズキみたいな会社ですよね。アパレルってのはメインターゲットって20代から50代の主婦なんですよ。もうそれ以外の客層って全部バッサリ捨ててるわけですよね。なのでそこに特化することによって買ってると。スズキってのは軽自動車以外は全部捨ててるわけですよね。で、マイケル・ポーターの基本戦略以外にも、例えば戦略と名が付くものとしては、ブルーオーサン戦略ですね。これは自社独自のニッチな市場を構築するっていう意味で、これ結構集中戦略の派生モデルですし、まあ、アマゾンが使っているロングテール戦略っていうのは、在庫をあえて長期間持つってことを選択してるわけですよね。で、戦略があるからこそ成功し続けることができるっていう事例なんですけども、まあ、なので、馬車馬のようにずっと営業力だけを頼りに走り続けてもですね、まあ、事業存続できないわけですね。なので、まあ、栄枯必須じゃないですけど、不動産会社っていうのは、まあ、上位の順位が過去40年の間でどんどん入れ替わってるっていう事例は、まあ、戦略を持ってないからっていうふうにもよく言われたりするわけですね。で、例えばソフトバンクなんていうのはですね、まあ、コストリーダーシップ戦略を取ってるっていう風に理解されるケースが多いんですけど、あれは価格破壊戦略っていうのを取ってるわけですよね。まあ、他社が絶対に出せないような価格設定をする。例えば大盤振る舞いで100億円プレゼントみたいなことをやることによってですね、マーケットシェアを取ってるわけです。
さて、ここまでで戦略の一回は進んだと思いますけども、では自社が何を選択していって何を捨てるべきかってことを考えためのフレームワーク、それが JB バーニーが推奨する、ブリオフレームワークなんですけど、今日本当にもうちょっと時間なくなっちゃったんで、それは割愛します。不動産テック戦略って話に移っていきますね。で、戦略ってのは何を選んで何を捨てるかって話なんですけど、不動産業界のテック戦略ってどう考えていくべきかってお話ですね。現在不動産テックの活用の方向性っていうのは基本的には2つですね。効率化と高度化です。で、効率化っていう文脈でテックを活用していくってことは、これは基本的にはプロセスの改善でしかないので、これは一部の例外を除いてテック戦略っていうのは登場しません。単なる、業務効率化でしかないんですね。で、高度化の方向性。これがいわゆるテック戦略って言われる分野に入ってくるわけですね。で、一番わかりやすい事例で説明すると、テックによる差別化戦略です。例えばですね、数ある不動産投資会社の中でも、顧客に接する部分をいち早くアプリで提供して差別化を図って急成長した。これがいわゆるタテルであるし、GA テクノロジーですよね。で、差別化戦略ってのはお客さんがそう認識してくれないと、実現できないので、お客さんとの接点のポイントでテックを使ってますよってことをブランディングしてったわけですよね。それで成功したと。で、マーケティング戦略的に、他に成功している事例としては、コスモスインチャーですよね。いち早くお客さんに AI 分析ツールみたいなものを提供することによって、お客さんの囲い込みをしていこうということで業績を上げているわけです。で、こうした差別化戦略っていうのはですね、結構早物勝ち的なところがあるんで、みんながやるようになっちゃったら終わりなんで、いち早く参入していくってことが何よりも重要になってくるわけですね。で、ポジショニングが変われば、当然戦略の変更っていうのも余儀なくされるわけなんで、この長期的なポジショニングの変化まで含めてですね、テック戦略っていうふうに考える必要があるわけです。新たなターゲットとか市場を獲得するために戦略的にテックを有効活用していきましょうという考え方、これが今後重要になってくるわけですけれども、不動産業界ではまだちらほらですけれども、金融業界では不動産取引に関してですね、ブルーオーサン戦略を取っていこう、その中でテックを最大活用していこうみたいなプレイヤーが出始めてきています。ちょっと詳しく説明することができないのはちょっと弊社の顧客情報なんで、あんまり詳しくお伝えすることがちょっとできないんで、そこはご勘弁ください。さて、本日はですね、戦略というテーマでお話しさせていただきました。自社はどのような戦略を展開していくのか、その中でテクノロジーの役割はどうなっていくのかってことを考えていくのが生き残りの方策だって話なんですね。ちなみに弊社ではですね、テック活用コンサルみたいなものもやってますので、気軽にお問い合わせください。本日の動画は以上となります。今後もですね、こうした経営に関するような動画も配信していきたいと思っております。よろしければチャンネル登録の方お願いいたします。